君が二つに切る。僕の方が少し大きく切ってやる。そして二人で仲良くかじる。こんなことはなかった。少し前までは薄汚れた喫茶店のバネの壊れた椅子で長い話に相槌打って、そしていつも右と左に分かれた。このリンゴは昨日二人で買ったもの。僕の方がお金を出してお釣りは君がもらって、こんなことはなかった。少し前まではコーヒーカップはいつだって二つ運ばれてきて、向こうとこちらにウェイトレスは三げなくカップを分けて